はい、どうもこんにちは。今日はね、思いっきり晴れております。暑いです。天気予報では28度ぐらいになる予定なんですけど、簡易的な温度計的には30度ぐらいいっちゃってるんでね、暑いです。まあ幸い風があるので若干涼しさはあるんですけど、日向の方に出るとものすごい暑いです。で、今回はですね、そんな暑さ対策ということで紹介したいものがあります。特に今年に関しては電気代っていうのがネックになってきます。北陸電力もね、 40% でしたっけ、値上げされます。困ったもんです。で、エアコンはもちろん大事なんですけど、エアコン以外でも涼めるんじゃないかっていうね、商品を紹介したいなと思います。では行ってみましょう。はい、夏の暑さ対策、王道といえばサーキュレーターだったり扇風機、これはね、いろんなご家庭にあるかと思います。ただね、ただ単に風を送ってるだけなんで、周りの気温がね、暑くなってくるとどうしようもない部分がやっぱりありますよね。今の季節はね、夜は涼しかったりもするし、日陰がね、また涼しいとかあったりするんですけど、これからの季節はね、日陰も夜も暑いっていう時があります。そういった時にやっぱりこれだけではどうしようもないということで、今回紹介するのがね、ちょっと前からあったんですけど、最近ね、ネットショッピングをしてたら見かけまして購入いたしました。そちらを紹介します。はい、というわけで今回紹介するのがこちらですね。クールウィンドファンということで、冷風扇というジャンルのものですね。発売元 SK ジャパンって書いてあるんですけど、購入した場所自体はですね、タンスの原産で購入いたしました。で、一応タンスの原産ではこちらの冷風扇ですね、税込みで 12,999円となっておりました。で、タンスの原産だとたまに 5% オフとか 10% オフとかやったりするんでね、いいタイミングでご購入いただければと思います。ではちょっと中身見ていきましょう。OK、 はい、中身はこんな感じで、本体と取扱説明書とリモコンですね。よいしょ。あと保冷剤、こちらが付いております。で、こちら冷風扇なんですけど、知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、知らない人のためにお伝えします。冷風扇はね、冷え度的には扇風機とクーラーの間で扇風機よりみたいな感じの製品になります。扇風機は単純に風を当てるだけなんですけど、冷風扇に関してはこの風を送るときにフィルターを通すんですね。そのフィルターに水が染み込ませてあって、そのフィルターを通して風が送られてくるので、すごくね、水を含んだ風が体に当たります。で、そのついた水が気化することで熱を一緒に取ってくれるわけですね。なのでね、クーラーとはまた違うんですよね。扇風機とも違って涼しさを感じれます。ただよく勘違いされるのと、買った人が裏切られたなっていう事例としては、そのクーラーと思って購入する人もやっぱりちらほらいるみたいで、っていうのも小型クーラーとかミニクーラーみたいな感じで売り出されてるやつもあったりするんですよね。このタイプはさすがにないんですけど、ちょっとこういうコンパクトなサイズのものが前々からね、ちょいちょい売られてまして、まあ、ミニクーラーと思って購入するとまたそれは違ったものになってくるんでね、注意が必要です。で、今年はね、電気代も上がるということで、いよいよこういう大型のやつでやっていこうかなということで、あとね、こちらね、保冷剤があったんですけど、保冷剤があることで強制的にこの冷たい風が来るんで、よりね、涼しく感じれるんじゃないかなということで、今までのその冷風扇の弱点を若干補っているような製品にもなってるんでね、その辺を体感してみたいなと思います。はい、ではまずサイズからいきたいと思います。こちらですね、ちょっと丸太みたいな感じになっておりまして、幅奥行きがね、28センチずつあります。で、高さが約74センチですね。で、重さが 6.4 キログラムですね。まあ、そんなに重くは感じないかなとは思います。水をフィルターに染み込ませるのでタンクが必要です。こちらのタンクの容量が 3.5 リッターあります。こんな感じですね。で、消費電力が今日の時に約 60W という感じです。で、そこの方にはキャスターがついているので、はい、コロコロと転がして移動できます。で、リモコンがついてるんですけど、こういうのやっぱなくしちゃったりしがちですよね。ただ大丈夫です。この取っ手のところにリモコンの収容場所がございますので、これでなくしません。それじゃあ使っていこうと思うんですけど、電力もね、そんなに消費しないので、ポタ電でね、電力を賄ってやっていきたいと思います。その前にまずはですね、タンクに水を入れましょうか。ここ取っ手になります。通電するとディスプレイのところに薄いんですけど、30って書いてありますね。これは気温ですかね。で、本体の操作はタッチパネルになってます。結
構反応もいいです。でもこれ見た通りの感じなんですけど、電源のオンオフと風量ですね、こちらは弱中強の3段階あります。でスイングのオンオフですね。でモードは3つありまして、連続とリズムとお休みボタン3種類に切り替わります。でタイマーは1時間単位で8時間まで設定ができます。で冷風が先ほど入れたこの水を混ぜて噴射するというやつですね。なのでこの冷風じゃなければ扇風機として使えることになります。はい、そして風の向きなんですが、左右はスイングのオンオフで動くんですけど、上下に関しては手動ですね。はい、この高さ低さだけね、手で決める必要があります。ちょっと風が強すぎるんで車の方でチェックしたいと思います。まずは送風のチェックですね。ついてる時はねこんな感じで緑色に点灯します。上が操作盤なんですけど、上には特に表示がないんで、こうやって正面来て見る必要があります。でこれでスイングとか入れると、スイングここが点灯しました。この向きが変わってるの分かりますかね。はい、左右はねゆっくり風の方向が変わっていきます。で風量を変えていくと、これが2段階目、これがマックスですね。はい、なかなか風的にはいい出力ですね。いい感じです。ちなみに送風時弱の状態だと出力はだいたい 40W ですね。はい、まあほどほど。マックスにしました。マックスにすると約 60W ですねになります。スペックの通りですね。それでは冷風にします。着きました。聞こえないかもしれないんですけど、水がちょろちょろ流れる音がします。今フィルターに水が流れてるんでしょうね。まだフィルターに水が回っている最中なので特に変わらないですね。少し待ってみましょうか。ちょっとフィルターの方にも水が回ってきたと思うんですけど、まあちょっと涼しいかなって感じですね。一応サーキュレーターもつけてみます。まあ比べるとこっちの方が涼しく感じますかね。ただまあ比べてみてってところですかね。まあやっぱりこっちの方がちょっと生ぬるく感じますね。こっちと比べると、比べると分かるって感じ生ぬるく感じる。はい、でこちらですね、弱にしてます。見た通り 40W ぐらいでしたよね。でこっちサーキュレーターなんですけど、サーキュレーターだけだと、30W ぐらいですかね。まあ、どちらも省電力という感じです。でサーキュレーターは1回止めて、つけます。冷風入れてみます。冷風入れました。出力がですねほぼ変わらないんですよね。水を混ぜて涼しくなるんですけど、その冷風モードにしたとしても消費電力が上がらないので、省エネ的にも結構いいんじゃないでしょうか。そしてですね、最初の付属品紹介の時に一瞬お見せしたと思うんですけど、保冷剤がついてます。こちらですね、保冷剤をセットすることができるので、さらにね風を冷たくすることができます。こういう時のためにポータブル冷蔵庫持ってきてます。はい、4度ぐらいですかね、冷えております。凍ってはないですね、けどまあちょっと試したいってことでやってみます。ここ水タンクを開けると、ここのところにちょっと細いスペースがあってですね、見えますかね、ここが保冷剤を入れるスペースになってます。入れまして、でスイッチオン。再びその状態で比べると、はい、違いはさっきよりくっきりしてきましたかね。もうちょっと保冷剤ね冷やすとさらに顕著に出てくるとは思うんですけど、まあそれでもさっきよりくっきり差は出てきました。もうちょっと冷やしたやつでやってみます。一応この辺は26度ぐらいで、この辺もね、まあ、大体25度6度ぐらいですかね。はい、冷たい水が通ってるのはこのフィルターの場所なんで、ここを測ってみると、はい、22度か23度かその辺ですね。この冷えたフィルターを通して風が送られてくるんで、この22度23度の風プラス気化熱ということで体が冷えるというわけですね。はい、もう一回冷やしてやったんですけど、今度は結構しっかり分かりますね、温度の差が。いい感じです。氷とかも入れれるっぽいんでね、しっかり氷の塊入れたりとか工夫の仕方はいろいろあるかなと思います。ぜひ楽しんでみてください。はい、でメンテナンスの方法なんですけど、月に1回ぐらいですね、よいしょ、このエアフィルターですね、ホコリとかがやっぱり溜まってくるので、ちょいちょいホコリ取ってあげてください。でこちらは吸水フィルターですね。使った後はねやっぱ湿ってたりします。まあ、これ自体も外すのは簡単なんですよね。よいしょ、はい、まあ、これで外せちゃうんで。で吸水フィルターに関してはよいしょよいしょ、
水とかぬるま湯とかで軽く押し洗いをして、きれいな、ね、水で洗い流してから陰干しをして戻すという感じになるみたいです。まあ、この辺はね、そんなにお手入れする部品に関しては複雑なものはなさそうですね。 OK。はい、でこの本体移動させるときなんですけど、このタンクにしっかり水が入ってたりするので、もし移動するときには水漏らさないように中身の方を捨てておきましょう。はい、というわけで今回ちょっと冷風扇使ってみました。で、冷風扇ですね、ちょっと前に私が使ってたものも含めての注意事項なんですけど、ポイントとしてはやっぱ水を入れているので、こいつを運ぶときにはね、タンクがあるっていうのをね、忘れないようにしてください。うっかりこう雑に動かしたりすると水がこぼれちゃったりもしますし、お気をつけください。ただこれね、結構しっかりしたタンクなので、まあ問題はないんですけど、ちっちゃいやつとかはね、受け皿がすごい浅いやつだったりするんでね、すぐこぼれます。で、今回のやつはタンクも結構大きかったりするんで、長時間動かしたりしますね。それがすごいいいポイントかなって思います。いいところとしては、扇風機にはない気化熱を利用した涼しさということで、やっぱり受けてる分には涼しく感じます。ただ注意していただきたいのが、部屋全体を冷やすという感じではありません。あくまで自分が直接受けて初めて涼しくなる、そういう製品になっております。冷える温度自体もクーラーみたいにがっつり下げるっていう感じではなくって、扇風機よりさらに2度冷えるかなみたいな感じになります。ただその辺に関しては、保冷剤を入れたりとか、タンクに氷を入れてもいいので、まあ、そういったやり方でもっと下げることは可能です。あとはですね、こう水気の多い風を出すので、その水気に弱いものの正面であまり使わないようにした方がいいのかなとは思います。デスクワークでパソコンでやるときには、パソコンにね、なるべくその風が当たらないように、自分にだけ当たるようにするっていう工夫は一つ必要かなと思います。とはいえね、その2度ぐらいしか涼しくならないと思いの方、2度3度涼しくなるんで、やっぱね、寝苦しい時とか、あともうちょっとがやっぱ暑いよねっていう時には、冷風扇はすごく頼りになる、そういう機会になります。特にそのエアコンの風がダメっていう方も多かったりするんで、そういう方には冷風扇が好まれてるっていう話も、よく聞きます。ここに関してはご自身に合うか合わないかっていうのをね、ぜひご検討いただいて見ていただければと思います。一応概要欄の方にリンク貼っておきますので、見ていただければと思います。ポイントとしてはですね、扇風機よりちょっと涼しくなるかなっていうのが個人的見解です。ただそのちょっとがやっぱ嬉しいです。で、特にこの夏は電気代が上がります。エアコン使わなくて済むんであれば、こちらでなんとか乗り切りたいなとは思ってはおります。こちらの消費電力、今日で 60W です。エアコンだとやっぱ 700W、800W、まあ、そうやってくるとね、やっぱ電気代の方もおよそ10倍ですか、変わってくるということで、そういった使い分けでご検討いただければいいんじゃないのかなと思います。デザイン的にも木目調でいろんなインテリアに合いそうですので、私はね、ちょっとこちらをこの夏使ってみようかなと思います。まあ皆さんもね、この夏ね、普通に暑いし、電気代もしっかり上がると思いますので、うまくね、対策していただいて、電気代がもったいないからつって熱中症になる方もいるかもしれないので、そうならないようにお気をつけください。というわけで、今回はタンスの源さんで購入した冷風扇の紹介でございました。以上です。そんじゃあまた。